さあ第1試合第2試合とキャベツは2人抜き、しかしこれはチームの勝ち抜きのトーナメントです。大将のマックスが相手チーム3人逆算すれば2回戦2コマ進めるのはワンピーガーのチーム。ミスは負けてしまった彼は2回戦で返せばいい。さあ開幕ブライアンのステップカメラがさせて、さあこちらのエース状態ワンピーガーのチームは全員純正 A 級者ですね。まあ大将マックスのチームはブライアン表木をブライアシロ。さあこのタックル、ダイヤシタックル、この動きがとっても危ない。さあこのダイヤメラはちょっと一味違う動きをしているぞ。空を飛ぶダイヤメラが大空を自由に羽ばたいた。前方戦一気に取ったのはマックスへのガメラ、マックスのガメラじゃない、ブライアン。さあこれにマットをかけられるのか、キャベツの裏入り。さあしかしちょっと人間には見えない速さで動くこのガメラが、このブライアンが、おっとエンディの絡みに走り込んだのか。キャベツの裏切りが果敢に攻める。しかし投げまできっちり外す、よく見てる。おっと身長アッパー、しかしちょっと距離が足らなかった、カーソル当たりしてしまった。ここで強制弾を取って正面裏台で逃げて、おこした、お互いこすり合い。おっとキンディから強サイファーをやるか、リバースがジャンプしていたため反撃確定。さあマックスのブライアンが一気に大将のモテキュリスに注意出した。そしてマックスのブライアン、とこれが決まった、体力赤いブライアン必死にして体力半分、まだ5秒しか経っていなかった。こうなるとガーデン苦しい。キャベツガーキャンでなんとかブライアンだけでも倒しておきたいが、おっと、おお、ここで調理を漏らしてしまった。しかしこの漏らした調理がたまに当たったりするのもエキストラの強み。ああ出ちゃった、当たっちゃったみたいな感じの強み。さあなんとか望みをつないだキャベツ、はい、ショー表クリス出してやりません、コンボしっかりしている。まだまだ死んでいない、小足小判から虫かけない。しかしマックスの表強が冷静にやる禁止88機投げ発地に対しての下段でしょう。さあ一本返しました、 A 強対 1P 側。さあどうやら 2P 側のチームは迷っている模様。さあ座ったのはキャット、さあどうぞスタートボタンを押してください。 A 強対大将中堅戦ですね。おっとマックスはここでタバコを恵んでもらっている。一勝したタバコを、おっとここに来てお互いカードを指してる戦い。1P 側マックス、そして 2P 側キャット、まあ純粋な 98MFE での戦いといえるでしょう。ワークスのチームは先ほどカルゼ、そしてキャットのチームはこれは EX ゲージ前転ダッシュのレオナ裏量を裏んレオナ裏量にレオナ表量裏回りですね。さあ前方戦はレオナ対ブライアン。さあいきなり大ボルティックが出たが、これは漏れてしまったのか、しかし被害はな。さあお互いゲージをマックス、この組み合わせは、おっとムーンスラッシャーを潰してしまった。このタックル足元まで判定がしっかり、投げも外す、緻密ですマックスのブライアン。さ
見た目としてはレオナ・ブライアンはレオナの方に若干分があるようには見えるんですが、どうなんでしょう。一瞬おーっと、ちょっと歩いてギャランからのコンボ、完璧なコンボが決まって一気にリードしたのはガット。さあ先ほどから投げをしっかり外していたマックス、その癖を見逃さなかった。歩き壊しからのコンボ、マックス中堅今日は出てきました。先ほどは追い上げられた状態からしっかりと大社の表クリスの追撃を許さず攻めていたこの表強。さあまだそのポテンシャルは今大会では見せられていません。おっと壊し交番エンディエ、下段に頼りがちなレオナの癖をしっかり読んでいる。おっとこれ、あっとブースが出ない。アップ入るガキャン。さあ状況はほぼほぼだが、おっと台足がエンディの高さよりわずかに高かった。さあ先方キャットのレオナが2人抜き、さあ2回戦進出に王手です。さあマックスの大将は裏足を、先方体力の残りやすさからわずかだが、先方という意味では余裕があるキャットのレオナが裏足の対象、対象ライシに襲いかかる。さあ足元はダッシュに対して足元を置いていた。さあ先方レオナを落として中堅はリョウですね。今日はエキストラゲージだとあの危ない連続技があるみたいですね。ゼロ2系では火力にはちょっと恵まれない量産ですが、98ユミラはとんでもない火力を持ってるキャラです。おっと動くな入って地上戦を意識させた後の動きな、おっとロビンスでしまうがそれでもダメージは取っていく。さあマックスのヤシオが画面を右から左へ、左から右へ、おっとクイックカストレガード一撃した3撃、そしてここからピエンシップ逆減りすぎ、かなりのダメージを取ったいったが、あーっとここで酒が2連続の酒に失敗してしまった。勝ったのはキャット、そして2回戦進出です。